竹政栄作は愛媛県出身の作曲家である。出生時の生命は和竹正幸であったが竹政家の後を継ぎ竹政正幸となった。生という字が続くので東京に出るときに栄作と名乗り始めた。電気学校卒業後就職せずに門馬直江と山田耕作に指示。1937年に NHK 京都放送局愛用還元楽団の 初代指揮者となる。1945年に、大阪の空襲で自宅が消失、妻の君へとともに、現在の南国市に疎開、終戦後は中央に戻らず、亡くなるまで37年間高知市に居住した。徳島の阿波踊りに対抗する形で、1954年に、高知商工会議所青年団が企画した、よさこい祭りに参画。民謡、よさこい節をもとに、 よさこい祭りで使用される、よさこいナルコ踊りの作詞作曲を行い、さらにはナルコを使った踊りを思いついた。よさこいナルコ踊りの各曲の自由なアレンジを許したため、現在では様々な編曲がなされている。また、ペギー・ハヤマが歌ったことで広く知られるようになった、南国土佐を後にしての作詞作曲も行っている。よさこい祭りでは功績を称え、 8月12日の五夜祭で本番のよさこい大賞の上位の賞とされる竹正栄作賞が設定されている。ありがとうございます。